過去を現状の報復見せてやるとしよう。なんだよあれ、棺なんて縁起悪いな。あんな格好して本当は投稿する気じゃねえのか。あいつは道館で下ってきた新参だもんな。待たれよ宝徳殿。棺を担ぎ打って出るとは何のおつもりか。無論自ら果てる道理はなし。これはそれがしの覚悟。したるも死を厭わず己が本分を全うするべし。故に死を隣に置き望むのみ。覚悟受けたまわった。皆剣を上げよ。ここにいるは不屈の強者のみ。団結して軍神関羽を打ち砕くのだ。おお、遅くなったか。繁盛はどうなっている。繁盛におわせは宗神殿と宝徳殿、必ずや持ちこたえておられるはず。しかしそれも我らの助けなしでは長くは持つまい。急ぐぞ。職などに慶州を譲るわけにはいかん。敵はすでに繁盛を包囲しているようだ。まずは繁盛の救援に向かうぞ。このままでは一向に勝負をしますね。これは一層奮起せねばなりませんな。ダメだ、どうしようもねえ。あいつは俺が追うぞ。これ以上暴れさせてなるか。消してやる。これで勝ったと思うなよ。ご助勢感謝します。さあ我らで繁盛を守りましょうぞ。捕まった。これぞ武の神髄。
投石などくだらん手を使いよって。さすが皆の規範たるお働きを。あれ、手遅れちまったか。お前ら、しなっかをして攻撃して。私の手ではなさそう。全が参るぞ。無策で済まされる身分じゃない。みんなの者を応用せいでない。敵の思い出だぞ。隠れてやる。どうしようもねえ。守り抜けよ。間に合ったか。葬儀の軍よ、共に艦を打ち果たさん。孫悟め、命を破るか。手が回る者は孫悟の軍に応戦せよ。これでも喰らえ。お前らを関羽様のもとに行かせるものか。どうぞ。怒砲などで進むと世話が焼ける。まあいい、ここは恩を受けようとしよう。助け立ちくださるか。消してやる。我が知略試させてもらおうか。以上は持たぬか。投石を再開する。繁盛に狙いを定めてほしい。敵の投石、
止めねば被害が広がる。速やかに止めるのだ。私は負けられない。消してやる。そして兄弟のためは。っ、よし、今から繁盛に向かう。拙者たちで勝負を決するぞ。私まだなすべきことがある。ここは引き報告。報徳殿を発見いたしました。敵と交戦中です。どう守りの薄い地を攻めてくる。小坂氏、迎撃せよ。諸軍を繁盛に踏み入れさせるな。その際、捨てたものではない。で済まされる身分じゃねえ。何、ここで敵襲だと。これこそ愚な真似を。その勢い誰にも止められますまい。あれ、本当に止まったか。お前ら知らん顔して合流しとけ。もしせよ。消してやる。消してやる。お前ら、知らん顔して合流しとけ。これ以上は持たぬ。覚悟しろ。助けに参ったな。
交換者が相手をせい。敵将、下降現状を討ち取った その勢い、誰にも止められますまい。さ
まらごときにこの俺が止められるか。果てることに悔いはない。カコウトン曹操殿にさらばと。それがし、己が棺に覚悟を託さねば貴公に屈していたやもしれん。軍神官羽、貴公が戦に託した覚悟、とこしえに胸に刻もう。かたじけない。何じゃ関雲長、先に失礼つかまつる。乱世